はい、本日は翔平塾第50回目といって、記念すべき50回大会となりましたので、たまたま久しぶりに当会場で開催できることになりました。これはいつも実はこの会場が先予約でですね、伝えなかったせいでありますが、ちょうど50回目にして、使えることになったことでですね、飲み食べ放題で開催したいということですので、ぜひ大いに召し上がったりいただければと思います。今ほど安保法制法案衆院通過という話が自分の局からありましたがですね、民主党岡田議員はですね、なんか、今採決する必要性はないとかですね、いろいろすればするほど反対が増えるとか何か言ってますけどですね、これまでじゃあ民主党が反対したことでやった結果、パッとの社会党とかがやった結果、それもどうなったか、こう考えてみればですね、やはり安倍さんは岸信介の孫でやってですね、での安保条約改定がもしなされてなかったら、屈辱的な安保条約のもとに置かれてたら、こんな関係にはなってなかっただろう、いわば改正をしたわけですが、反対してですね、ようやくここのところに来て、信任を得られてですね、そのことを言わずに今回のですね、安保法制法案についていろいろ反対しますが、本当は憲法を改正すればそんな必要はないわけです。しかしながらですね、憲法を改正するにはハードルが高いと、いわば改正不能条項といってもいいような条項をつけて、アメリカが占領下にですね、日本に自主的に再度の余地のない時にこう与えた憲法でありますからですね、今左翼中心にですね、国会議員の3分の2は取られたとしても国民投票には取らさないよということで救助の会とかを作ってですね、大変なメディアを動員してですね、戦争法案反対とかというようなことを言ってますからですね、私から言えばですね、先日の安倍氏がアメリカの両下上院の議員においてですね、あれほど絶大な支持を得て14回もスタンディングオベーションが起こったのはですね、衰退していくアメリカ、毎年5兆円ずつ軍事費を削減することを公約しですね、膨張してくる中国、ここでですね、力の空白域を作っては無償戦争を誘発することになるんだと、だから私は実は言ってみるかね、今日ラオックスの社長が来てですね、日本が軍事力を強くすることは中国が実は歓迎してるんですよ、だから日本が弱みを見せることによって、下からの突き上げでですね、したくもないようなことをやらざるを得なくなるようなことにさせないためにもですね、日本が強くなる必要があるという話をさせてもらいましたら、彼はその通りだということを言ってました。まさにですね、力の均衡を破れることこそですね、戦争を生むわけですから、今回の法律によっていわゆる、集団的自衛権をですね、認めて編務条約である安保条約ですね、一部まで編務と上げ総務条約の一部に、なったということになるわけです。今日可決したことで60日後には参議院で通らなくてももう一度衆議院で再可決ができる道を作ったなと思います。このところのですね、いろんな頑強というか問題はですね、この3年半ぐらいだったんですか、民主党政権下において起こったことがですね、全ての環境と言っても私はいいんじゃないかと、菅内閣はですね、いわゆる外国人からの献金としてですね、非常に窮地に陥った時に起こったのは 3.11 の東日本大震災です。その時にですね、彼は自ら現地を視察したいと、いわゆるその電源の全てが断たれてですね、そして、原子炉内の温度がどんどん高まってですね、その結果燃料給付後のジル購入が半減して全てが出てくると、でもし彼がそういう主張してなかったら早めの弁当に取り組めたと、その時は放射線量が少なかったわけです。しかしながらですね、彼が来るということで弁当すると放射能の一部含んだものを吹き出してしまっては申し訳ないということで、遅れて遅れてですね、いわゆる爆発性に達する含有量になって爆発したわけです。もし彼が行くことをしなかったならば、自衛隊がですね、爆破を一発撃てばですね、誘発することなく水素は
情報に抜けるわけですから、ああいう悲惨なですね、放射能まき散らすことにもならなかったし、早めの対処しておれば給水ももっと地点上の少ない時にやっていれば、原子炉がですね、そのメルトダウンを起こすこともなかったろうと思います。こともあろうにですね、その時の原子力層を保存のがですね、そういうことの結果1ミリシーベルトまで除染ということによってですね、何兆円ものお金を無駄遣いしですね、はたまたスーパー堤防を作らないかんということで、通常堤防の30倍もの大きな堤防、その結果何が起こったか、これまで東京とかその他においてもですね、東北からの労働者がですね、労務者がですね、建設労働者がですね、下支えとなって東京で建設工事が出来た、私どものマンションもホテルもですね、そういう人たちのおかげでもって出来上がった。ぬくぬくと危険手当をもらいながらですね、家から帰る仕事があったらですね、誰が東京で来ますか。それが労働者、建設労働者不足となってですね、建築費の暴騰とですね、そしていわゆるその工期の延長ということがですね、起こったんです。それがですね、いわゆる新国立競技場が値段が上がったからですね、大変じゃねえかと。上がった原因はですね、自分たちがそういう、やる必要のない1ミリシーベルトとか、私はスーパー堤防なんか作るんであればですね、防災マンションをですね、200メートル間隔に作れば、守るべきものは命だよ。1000年に1回あるのか、300年に1回か分からないものに対してですね、原子代が全てを負担するような形での対策よりも、ね、いざという時に逃げ込めるところがあれば、非常階段を下まで下ろしておけばですね、誰でも音で感じ、目で見て逃げれるところを作ればいいというのを、震災が起こった3日後に家出し、2日もだった場合に、私は強引に喋りました。その後エッセイに受けました。それが出されたのか、なると、まだ出されてないです。日頃から収益できるものを作ってですね、その分割安で、賃貸に貸すなり、分譲するなりしたら、それを使う人がたくさん出て、そんなスーパーテーブルを1つ分で全部できる。それは30倍のスーパーテーブルとはっていうのは、ネットで聞いてください。30倍です、通常テーブル。それでいて、なだらかにこう丘を作るような形で作って、どれだけ津波が来ても破壊されることのないテーブルをスーパーテーブルという。それを今、相当するということですね。それがみんな地元の建設労務者といった結果、いわゆる、新国立競技場の値段が2520億になったわけであります。私は明日の新聞にですね、多分この衆院がですね、単独部採決したことを大きくこう掲げようということになります。その中で、新国立競技場の値段が大変だという方はこれまで言われてきました。私はマイナスにマイナスをぶつければですね、マイナスかけるマイナスはプラスに転じるという安倍高騰戦略じゃないかなと私は思っています。この時期に合わせて見直すということは言いました。私はいつも見積もりを取って大変な見積もりでどうしようか、どうしたら安くなるか、毎日のようにホテルの減額の部位案を考えます。こんなん簡単やと、キール、R のキールが1000億もするんだ、これ半分にすれば2000億で収まるんじゃないか、半分にすることは簡単、柱を立てればいいんじゃないか、三角形の柱をキールに立てれば観客の四角になるところはわずかにですね、両サイドに1つずつ三角形ほど力を持つ強いものはない、多分そういう提案をからするんじゃないかと私は思いますが、今日朝あたり発表するんじゃないでしょうか。それによって500億減額と2ヶ月工期短縮すればですね、これによってラグビーの、選手権も世界選手権も工期に間に合うし、予算も2000億に収まる。原因を作ったのは民主党政権下でですね、このデザインを決定したことにあるってあってですね、民主党の安倍政権の成立よりも1ヶ月10日前にですね、案を決定するのに、自分が決定しておきながら批判をですね、メディアと一緒になってしている、マッチポンプ的なことがですね、全ての原因で上がろうと、こういうふうに私は感じています。そういうことの真実を報道しないメディア、
ずっとですね、おかしなことが続きます。これは戦後一般として増えてきたですね、戦後敗戦に受得したがですね、やはりアメリカと一体となって日本を間接支配していることに原因とするところがあるのではないかと思います。いよいよ歴史教科書のこともですね、新しい採用する年度、4年後ですかね、ということで、それではそういうことでありまして、ね、今日会長さんにも歴史教科書を作る会社に来ていただけたりですね、私はやっぱりこれは教科書の問題と報道の問題だ。教科書はですね、自由者のこの教科書をぜひ全校で採用すべくですね、私も運動の一翼になっているつもりであります。またですね、メディアの問題はプレスコードの問題、このプレスコードについては国会でですね、杉田水脈氏に、質問いただきですね、いわゆるサンフランシスコ講和条約の成立によって失効しとると、じゃあなぜ続けるのか、朝日がプレスの番人なんだと、プレスコードの番人なんだ、朝日はああいった吉田証言というかした市のですね、バカ話をそのまま何十回もあたって放送したことによってどれだけ国益を失うか、失って夢を失したかと考えたらですね、会社を解体してでもですね、お詫びしなきゃいけないにもかかわらず、いまだまだ全てのメディアを縛っている現状です。ぜひですね、真実を知る、本当はどうなのか、これは私は消費塾を作った時の思いです。理論近現代史学という本を先日出しました。物理学も理論物理学では理論的にあり得る話かありえない話かをですね、実験で立証すればノーベル賞をもらえるというようなことが起こっていますね。だから歴史もやっぱり史実を集めて写真があるでしょう、こういう証明があるでしょう、人口ね、20万人の年に30万人殺していかがれたったら25万人になったと、こんな算数ありますかというようなことも含めてですね、真実を積み上げて現実に迫っていくと、右も左もないと、左翼を右翼なくて真実は強いということをですね、きっちり報道する報道機関であればですね、私は全ての原因は中国や韓国が問題ではない、彼らは自分たちの国益のためには嘘も殺し人も殺すというのは世界の常識です。しかしそれに呼応することでマッチポンプ的に言い放ってくる日本の反日日本人が一番問題なんだと、その反日日本人を作っているのは教科書であり、はたまたメディアの報道にある、これを改めていかなければ日本は全く国にならない、誇れるすごく日本の最高を目指す運動の一環として、私はこの諸英塾や検証論文制度、先日いわゆる公益法人公益財団にですね、認定をされました。しかし正しい関係があってですね、私たちの運動を政府が認めたわけではないっていうようなコメントを主義主張を認めたわけではないっていうようなコメント付きで認めないのにどうして認めたんですか。自己矛盾するのは多分左翼からまた他のメディアから攻撃されたときに、こういう条件つけてアバダンには渡したんですよという証拠だったのために、そういうものをつけてですね、攻撃財団に認定いただきました。だから今日皆さんお集まりこの財団はですね、これは一般財団から攻撃財団に変わってますんでですね、いろんなものも今作成中でマークも作ろうとしています。まあアイデアとしては桜に日の丸アレンジしたようなマークでいこうかなっていうのを考え中です。またいいアイデアだったら教えていただければ幸いです。今日はそういう記念すべき50回大会ですのでですね、いい話と思ってお声かけしたらみんな参加してくれてですね、講師の方が増えちゃって時間がならないようですけど、ぜひ中身の声議論をしていただければ幸いです。ありがとうございました。